東京都千代田区神田須田町、2つの神社の例大祭が行われました。出世稲荷神社、円珠稲荷神社です。神社が行う祭りは、大祭、中祭、小祭、諸祭に分けられます。大祭には例祭や記念祭などのほか、神社の御鎮座に関わるお祭りが区分されています。例祭は例大祭とも言われ、神社で最も重要な祭典とされています。例祭は年1回、神社によっては年2回取り行われ、御祭神や神社に特別のゆかりのある日に行われます。祭礼の参列者は主に周辺住民の方、また町内に会社や事務所を構える人たちです。普段は静かな神社ですが、例大祭の日はたくさんの方が集まり、祭祀が出世稲荷神社で華やかに執り行われます。出世稲荷神社は江戸時代、屋敷神として京都の伏見稲荷大社より分霊を授かり、祀られるようになったのが始まりとされています。当時、近隣の青物市場で働く人たちが出世を願ってお参りをしたことや、初代市川團十郎が参拝し、その名を挙げたことから、出世稲荷の名がついたと言われています。2017年9月13日、出世稲荷神社と円珠稲荷神社の例大祭が執り行われました。出世稲荷神社の後、円珠稲荷神社の大祭が行われます。円珠稲荷神社。江戸時代、この近辺は土井、能登神、神屋敷があり、土井家の守り神として現福井の本家より誕生されました。その後、関東大震災を経て流行した疫病を鎮めるために再建されたそうです。須田町の例大祭は、地域の方の多大なる尽力により執り行われています。今日まで地域の守り神として町の人々により祀られ、大切に受け継がれていく伝統行事です。
ー。